はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールこれというわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティー、はい、こちらというわけで4枠目メインキャラクター念願のお方ミリエリ使っていこうかなと思うんですけども、2022年の7月ぐらいに登場した限定キャラなんですけども、僕ずっと欲しかったです。はい、性能的にじゃなくてキャラ的にずっと欲しくて、僕ヒロアカ大好きで、この度、ゲットしました。これでヒロアカキャラクターコンプしたんで、こんなもん使うしかないやん通行って、弾をね速攻で食わしまして、はい、是非に貫突状態で使っていこうかなと思うんですけども、必殺500% ダメージで赤属性に 20% のキラー、血統忖度 50% でクソバフというわけで、まあバフキャラクターなんですよ。ただまあ赤属性にキラーが入る。で特性で、必殺ダメージ 10% アップ。でなんか敵に赤属性おったらまたなんかクソみたいにバフが積まれる。ほんで4ターン目、邪魔プチ1個以上あったらダブルタップというわけで、忘れてたんですよね僕。こいつがダブルタップ持ってんの。マジで全員忘れてたろと思うねんけど、今日はこのミリエリのダブルタップを活かしたラス枠でクソぶっぱするパーティーやっていく。さあというわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、まずラス枠赤属性ちゃうんでキラーがないという、そこ悲しい現実ではあんねんけど、あの限定アレンの介護官ですね。まあ、このね、限定アレンとかいう上位互換が登場したところに、元祖を使うというね、これ鬼畜の商業なんですけども、ま、ぜひに、ミリエリ、まあ、せっかくね、ゲットしたんで、こんな変なタイミングでもね、使ってみたいと欲が湧いたんで、ぜひにやっていくんですけども、でもって定番の、先制ムーブというわけで、そうですね。2枠目、ルフィにしてます。はい。なので、これでちょっと、バフ回を多めに積んでいくというムーブにしているんで、いつもの日和さんではありません。日和さん、浦原さん。まあ、定番のね、強いパーティーがあんねんけども、飽きたんで、とにかく2枠目を変えたい。浦原さん、使っといたらラス枠キャラクター強いっていうのはもう容易に想像できるんで、なんか2枠目買いたいなと思って冷蔵庫開けたらルフィがいたんで、ぜひ使っていくんですけども、でもってここに関しては、これは全温存とかいうきっしょいパターンか。そのバフ回、まさかのそこでバフ回か。そうか、つなりぼの友情技バフ回やったな。そういや、で2つ温存、あー、ほんで上書きされとる。ここの上書きはちょっと響きましたね、なかなか。まあバフ回等々は積んでいくんですけども、全回収土定番でやっていきまして、はいはいはい、とんでこちら側も無双さん積んでます。はい、バフ回ですね。あんま意味あるかどうかわかんないですけども、まあたまにね、イブ闇とかいるんで、そこのイブ闇に刺さったらすんげー嬉しいなという感じやな。まあダメージ以下ほどというわけで全然入らん。でもってつなりをキラー入るんですけども、全然入らんってお互い共にのムーブやな。さあ3枠目。ここはまあ高校取ってるんでバフ回えぐいぐらい。あらら、マンソルちゃん。マンソルちゃんでオルマイとかいう。なんか甘えにも程があるムーブをやっとる。そんな余裕あんのかお前に。これ生人間？やめてや。AI 頼むよ。AI でした。危ない子って。あそこ繋がる普通。今何の確率で繋がったあそこ。えぐすぎるんですけども。ここに関しては全回収はせずに一つ温存ムーブやな。土定番の。でもって19個あり、決まっていきまして、レジェンド溜まることが、確立された、未来というわけでね、かなりでかいんですけども、ほんでもって邪魔プチ、相手から降り注ぎますんで、ダブルタップが確定している。これもでかいな。ここのダメージ以下ほどやねんけど、はいと、どうですか？まあ耐えるな。はい、素晴らしい、ガチリガチリガチリ耐えていきまして、
さあラスワーク、キラー出えへんかったら 500% やねん、ミリやり。ほんで、あの特性のバフも入らないんで、バフ 10% やねん、特性で。これいかがなもんかという、そういう状況なんですよね。ほんでもってこれは4つ割り、ほんでダブルタップはやられるんですけども、まあ、レジェンドを発していきまして、これは着地、ここでいいかな。そうですね。ここ着地一旦割って、ジョルの発動して、うわ、うまいこと繋がった。激圧、あらら、忖度しまくられとる。かなりでかいですわ。僕のミリエリデビュー戦。これはなかなか運営さんが味方についてるんじゃないかなって思うんですけども、8つあり、9手合わせて9個ありですね。火力的には10個ありぐらいかな。相手3バフ、105ミル価値なし、こちら側337の必殺ダメは、リサリサ先生以下ほど9個ありというわけで、これどんだけ入るやろ。オーバーはさすがに持っていくと思うんですけども、以下ほどって、お強い。うわ、強いやん、普通に。普通に強いやんけ、ルミリオンよ。まあ今日こんな感じで頑張っていくんですけども、さすがにちょっと、舐めてましたね。ミリエリの火力を。やっぱね、念願の念願でゲットしたキャラがね、弱いはずないんですよ。強いに決まっとるんですよね。ほんでもって、オールマイトとかいう、一緒の世界からいらっしゃったお方が来たんですけども、しかも2枠目、あ、ちょっと待って。属性有利やんけ、2枠目。3枠目取り返してんねんけど、2枠目逆に属性有利。オールマイトに属性有利取られてんの、それどうなん？さすがにキビーもんが悪くない？キビ団子じゃない？これに関しては。爆笑なんですけども。これはちょっと割られるパターンかな。木を、盤面触るか。まあまあまあ、これは先行ゆえのムーブできてるんで、吸収されるもん何もないんで、いいんですけども。うんと、こっちは吸収できまして、ほんでここ無双さんが刺さってますね。なんでお前、お前じな、なんでお前必殺をさっきから上書くなあ。泣いてるよルフィが。あの海賊王に俺はなる言うてるルフィが、あー、もう海賊王なんかどうでもいいわって言ってんねんけど、かわいそうに。まあ、ルフィの気持ちを考えたことあんのかお前は。ほんでもって、そうですね。相手からバフが焼け野原となるんで、ものすごくいいんですけども。はいと。無双さんもガン刺さっている。これはさすがに、耐久が追いついてるかな？はい、三つあり。ほんで、そんな感じか。レジェンド貯めて、ティキミック。ティキミックほんま強いやんな。ティキミックの万能さえげつないで。まあ、これからどん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 使用率上がってくると思うけども、まあ、今でもうすごいねけども、もっとこれからティキミック生えると思うね、僕は。とんでもって3つ割り以下ほど、ここのダメージまあまあ入りそうやな。怖えね。100万残ってほしい。あー、まあ、ギリ残ったかなぐらいかな。残った残ったっつってね、これがね。ほんでもって、100万一応ギリンギリンか、了解していきまして、そうですね、定番の、ムーブやっていくんですけども、29個ブッチン割っていきまして、なかなか盤面がきしょいな。なんじゃこの盤面。ほんで先にロジャー発動したらよかった。レジェンドたまんのかいな、そこ。まあいいでしょう。ほんでもって限定アレンの先バフムーブ激アツなんですけども、これは全回収かな。ほんで友情コピられた。5つ割りかな。ないしは4つ。5つ割りなんですけども、5つ割りというわけで、回復に振ってるんで、これ火力はあんま出ないでしょう。さすがに。あ、カッスイな。素晴らしい。やっぱ属性相性。やけどもラスアクや。
いや、こうなったらラスワクがきっしょいね。ダブルタップは発動できてんねんけど、まあ、お発していきながら、そうですね、着地はここでいい。ほんでまたジョルノを発していきまして、これうまいことつながってレジェンド発動できたらいい。神かこれは。盤面がもうつながり腐らし終わりしまくっとる。これはでかい。オッケー。火力はえぐいぐらい出ますね今回。ただ相手さんもえぐいな。バフ267幻突必殺止め残りカス。こちら側402必殺止め、リサリサ先生9個あり。火力的には10個ありぐらいですね。どうやろこれ。ガード積んでいない。ただダメゲン12万積まれてるんで、で、アレンでもダメゲン積まれてるんで、これダメゲン25万ぐらい積まれてんな。これどうやろ。さすがにか。あー、しかも生人間入っとる、七子お姉さんムーブ。さすがに厳しい。さすがに厳しいな、このダメージは。頼む、強い強い強っ。あ、そんな強いミリエリってごめんなさい。やっぱラスアクダブルタップって強えな。おこれはいい方がいらっしゃった。キラーの火力も見てみたいなと思ってた矢先を。これは素晴らしい。ほんでもってまた友情でコピられるパターンやんけ。そうですね。まあこれは高校取れてるんで、高校ゆえのムーブを2枠目でできるんじゃないか。まあ1枠目で割られたらなかなか厄介なんですけども、まあ吸収されるバフ何もないし、相手から吸収したやつを相手側に変えるだけなんで、まあ全然いいんじゃないかなと思うんですが、うんと、定番のティキミックムーブなんですけども、2枠目の友情技、友情ダブコピでお願いしたいな。はいと。まあそうなったら、3枠目でスウェルバフはあんまないねんけど、まあまあまあいろいろ考えたら、コピームーブでお願いしたい。素晴らしい。これはでかい。んで、相手はライゼンを発動していくと。これはでかいね。相手さん3つ積んどるんで、これは、順当に解除等々が刺さっていくね。ベジットもなかなかいい味を出している。ほんでもって、これ吸われたんですけど、12% くらいのバフなんで、何も言いたいことはない。ほんで、全回収激圧。なんだかんだ無双さんも刺さっている。あ、ほんでようやく上書きされへんかった。今2戦やって2回ともやからな。上書き1枠目でマジ吉なんですけども、ぶち割っていきまして、4つ割り。まあダメゲンがえげつないんで全然ダメージは通らないんですけども、まあいいとして、バフ回等々やっていきまして、これ攻撃バフ回一つだけでもすることにかなり意味があるんでね、こういうパーティーには。オッケー。ダメージ以下ほどなんですが、浦原さんからのダメージどんだけもらうかやな。70万ぐらい残ってくれたら嬉しいなという淡い気持ちを抱くんですけども、んー、まあ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 、まあ、僕の期待以上の働きをしてくれている。素晴らしい。さあここ、そうですね。ライゼンの喧嘩仲間からのという定番のパターンで、何個ありやこれ。盤面なんだかんだ、ごちゃついとるんで、生人間かこれ。AI お願いしたい。生人間、生人間というわけでね、ありがたき幸せ。これはねー、これねー、これ11個27個、これどうしよう、これどうしよっかねー。これに関してはさすがに割りますか。さすがに割りましょう。ほんでもって、プンやって、まあ、レジェンドを貯めることに意味がありますんで、次のリサリサ先生等々で、レジェンドが貯まりますね。あ、もうここで貯まるか。オッケー、素晴らしい。
でもってダメージなんですけども、ここのダメージは何も出ないんで大丈夫。はい、1。さすがに耐えるよな、ここ。ああ、がっちりがっちりがっちり耐えていきまして。さあ、ラス枠。ここは面白い火力が出るぞ。ほんでやっぱガード積んでいない。今の環境とミリエリがマッチしまくってるわ。やっぱね、ガードを積んでる人全くおらんから、ミリエリがちょっとね、いい働きをしてくれている。素晴らしいですね。デビュー戦としては、なかなかいいんじゃないかなと思うんですけども。はいと。これは約束していきまして、そうですね。これはね、盤面ここ触ってもうたら、もうハートがなくなってまうからな。あとは虹がそっちにあるんで、これここ、こう割って、そこでもう溜まったというか、繋がったんで、これで盤面ぶち割ったら、何も心配することはないと。あ、どっちにしろリサ戦で、できたんで素晴らしいこって。ほんで、レジェンドもこれ溜まるな。オッケー。定番の火力。これダメージえぐいでマジで。228幻突必殺目をまま積んでいる。こちらが412のクソ全力9個あり、火力的には10個あり。ダメゲンこれ20万ぐらい貼られてんねんけど、関係ない。キラーなんで、これえぐいでマジで。えぐっ460万あ、そんな入んのミリエリって、最強の本気出したら。やばいやん。やっぱ刺さったら強いな。550%。おお。ここ遅れ。マシャバタタ。ただ、今、ニック機ガイを、しばき回せるチャンスが来たぞ。これは脳汁がクソプッパ、ブッパーしていこうかなと思うんですけども。先行取ってしまったんで、これどうせ、ゆえのムーブをされんな。ゆえのムーブやな、これは。ゆえムーブか？ゆえムーブっぽいな。ただ、レジェンド発動されるんで、バフ回腐ることはないねんけど、いいようには働いてくれんねんけどっていう感じやな。高校が有利なことに変わりはないかなと思うんですけども。あ、ほんでこれ、貯めるまさかの。まさためですか？まさためですわ。三つ温存、きっしょいもんが入った。ほんまに言うてるこれ。ほんまに言うてんのこれ。まあ、二枠目、浦原さんなんで。これ2枠目ガイ先生やったら発狂やったんですけども。まあいいとして。で、これはまあまあバフ回が刺さっていくんでいいんですが、ほいと。吸収できるもんもありますんで、4つありぶち決まっていきまして、なんだかんだルフィ強いよね。ダブルバフ詰めるんで。僕もなかなか愛用してるんですけども。でもってバフ回&バフ回ムーブやっていくんですが、ここの、浦原さんでどんだけ入るかやな。まあ、2枠目でがっちり守るんで、ここで HP が50万ぐらいを切らへんかったら、おそらくいけると思うねんな。んで、友情ダブコピー。何も心配することはない。解除されるもん何もないんで。というか、先行でも後攻でも2枠目に関してあんま関係なかったな。3枠目は後攻の方が圧倒的にいいねんけど、まあまあまあ、ここに関してはいいとして、吸収されても別にこれ、渇水だけなんで。はい。で、どうせ吸収され返すんで、いいんですけども。七光姉さんムーブか。50万ぐらい残ってほしいな、ダメージ。あらら、期待以上の働き。これは、未来に託していけんね。でかいですわ。ほんでもって。いやー、これでは先に割りましょうか。先に割るほかない、これに関しては。はい。ちょっと盤面ごちゃつくより、このムーブを取った方が先決だという判断をしました。これは僕は間違っていないと思います。はい。自分にそう言い聞かせていくんですけども、ロジャー使っていきまして、レジェンドをラス枠で2回発動できひんねんな。まあワンチャンダブルタップなんで発動できる可能性もあんねんけど、ほんでここでガードを積んでくる。まあ全然いいでしょう。んで、相手さん、バフがもう焼け野原なんで、
絶対耐える状態以上で、これ多分40万ぐらい、それは言い過ぎか、20万ぐらいかな、入るんですけども、まああんま関係ないんじゃないかなと思われる。6つあり、属性が全てを物語っているな。がっちり守れる、マジで強い。ほんで状態以上で40万ぐらい入っとるやんけ。これはね、ワンチャンここはってレジェンドが溜まっとる。ただ盤面がきっしょいことになった盤面がゴリキショなんですけど、なんじゃこの盤面。俺リサ戦でワンチャンっていうムーブを取るしかないわ。今の変換見た、仕事の仕様が半端ない。ただレジェンドたまらんな。きっしょー、いいでしょう。落ちる、久々に落ちましたね。まあバフ見ていくんですけども、359、やっぱレジェンド1回発動し損ねてるんで、火力はさっきよりか落ちるんですけども、まあ12分な火力は発揮してくれるんじゃないかなと思ってますね。550%のダブルタップ8個ありで、なかなか必殺自動変化も含まれてないんで、必殺の火力としては今まで以上かな。バフは劣ってんねんけど、だからまあそれ相応なダメージは出してくれるんじゃないかなと思うんですけども、いかほどというわけで、ミリヤリくん、どんだけ、いや強いね、普通に強いぞ。さあというわけでラスト1回やっていくんですけども、いやーミリヤリで動画撮れてほんま嬉しいわ。僕はずっと撮りたかったんですよね、ミリヤリで動画。念願なんでね、ものすごく嬉しいんですけども、今日はもう大満足ですわな。はい、ものすごくいい気持ちで寝れるんじゃないかなと思うんですけども。ほんでもってラスワーク、あいつさんカイドウと、これガード多分詰まれんな。ガード詰まれたらもう無理やねんこいつ。さすがに 40% ガードやろ、厳しすぎるんですよね。まあいいんですけども、ほんでもって、また先行取ってしまっている。2枠目に浦原さんがいらっしゃるんで、今回はまあ先行後かあんま関係ないかな。はいと、吸えるもん吸っていきましてと、OK。で、相手さん、1枠目クソバフなんで、これまあ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 、いいんじゃないかなと思うんですが、約束していきまして、これ無双さん発動する意味がないんですけども、9万回復にはさすがにすがらないといけないので、ここは問答無用で発動していくんですけども、ぶち割っていきまして、でもってレジェンドもっぱつを発していきながらの、やっぱハートプチ出現アップっていうのがかなり奇妙な働きをしてんな。2枠目浦原さんのつながりがかなり痛いんですけども、無双さん発動していきまして、9万回復だけのために、でもってダブコピー、あ、ジャマプチくんが仕事してくれた、それはかなりでかいね。ほんでもってレジェンド2発か、きっしょいもんがあるね。ほんでダブコピームーブド定番ね。1枠目で吸収したバフが相手さんのところに変えるというわけで、まあまあ全然いいんですけども、でもって、全回収は定番のやつやな。はい、まあぶち割り 1,2,3,4,5 個割り、これは100万 HP 残るんじゃない、さすがに期待以上の働きというわけでかなりでかいね。ほんで24万ダメ減でもまあまあ入った。さあお次なんですけども、ここ一応ダブコピはまあまあ刺さってるね、素晴らしい。腐ることなく余すことなく行かせてるんじゃないかなと、アンコウなんじゃないかなと思うんですけども、ぶち割っていきまして、ほんでもってロジャームーブ定番のやつ、あーめちゃめちゃ必殺がものすごく固まる、これ素晴らしい、いいとこに着地すんね。ほんでもってレジェンドが溜まる、またレジェンド2回発動できるパターンかなこれ。ほんで友情技がもうプチ変換知らんという、ゴリゴリの必殺変換だけっていうね、怖いんですけども、あらジョルノ発動しない、え？ジョルの発動シーヒン AI 初めて見た。アホやん。ただのアホなんですけどもこいつ。やったね。ほんでもってここに関しては、
レジェンドを発していきまして、着地これは素晴らしい着地、いいね。あおんで着地も決まり腐らしとる、決まり腐らしとる。これは、ぶち割りかましていきまして、レジェンド発動できるな、これはできる、素晴らしい。邪魔も全回収できた。ただね、これガード張られるかな、あいつさん。あ、見る価値なし。こちら側412のクソ全力の9個あり、火力的には10個ありぐらいかな。友情コピー頼むから死んといて。するよね、そりゃそりゃするわ。 40% ガード、こうなったら厳しいで。 40% ガードのキラー出ない、ただの 500% やね。これやったらどうなるかって。しかも30万回復、100万はさすがにオーバー入らんかな。 40% ガードなんでさすがに厳しいもんがあるんじゃないか。あ、嘘やろ。え？え？ちょっと待ってくれ、ミリヤリめっちゃ強いやんけ、ミリヤリめっちゃ強いやんけ。